竹下義恵は日本の元女子プロバレーボール選手。ニックネームは10。プレミアリーグ JT マーベラスに所属していた。現在の本名はエグサ義恵で、夫は元プロ野球選手のエグサ人気。マネジメント契約先はアミューズ。福岡県北九州市もじ出身。3歳年の離れた姉の影響で小学校3年生よりバレーを始める。 高校時代はチームでの全国大会の経験はないが、1995年、世界ユース選手権に出場し、優勝を経験した。1996年、NEC レッドロケッツに入団。1997年、全日本代表初選出。同年開催のワールドグラウンドチャンピオンズカップでは、正セッターの大抜き奈子の控えとして出場した。 その後しばらく全日本代表から遠ざかったが、1999、2000ボルトリーグでは、性セッターとして、NEC の全勝優勝に貢献し、2000年の全日本代表に招集される。当時は、大抜きのセッター転校がとんざし、1999年、ワールドカップで性セッターを務めた板橋めぐみも不調だったため、桂和信元監督は竹下を性セッターに、 抜擢して、シドニーオリンピック世界最終予選に臨んだ。しかし日本は3勝4敗の6位で敗退し、日本女子バレー初となる五輪出場権を逃がす結果に終わったことから、敗因として、セッターが159センチメートルの身長では世界を相手に通用しないと竹下の低身長が槍玉に上げられ、激しいバッシングにさらされた。2001年、 ワールドグランドチャンピオンズカップに出場し、銅メダルを獲得したものの、シドニーオリンピックの出場権を逃した責任を感じ続けていた竹下は、2002年4月、所属していた NEC を退社し、一時期バレーボールから離れた。退社後は、地元の北九州に帰郷し、体力を活かして、介護の仕事をしようと考え、ハローワークに通っていた。しかし、 当時の一柳登る JT 監督から一緒に V リーグ昇格、そして制覇という夢に挑戦してほしい。楽しいバレエをしようと再三の誘いを受けて、同年8月、当時 V1 リーグの JT マーベラスで復帰。その熱意に応えた竹下はチームを V リーグ昇格に導いた。2003年に全日本に復帰し、2003年ワールドカップで最優秀監督賞受賞。 翌2004年アテネオリンピックに出場し、5位入賞を果たす。2004年5月20日、JT と現役日本人女子選手唯一のプロ選手契約を結んだ。マネジメントはスポーツビズが行っている。2005年、全日本代表キャプテンに指名される。同年のワールドグランプリ2005から首相としてチームを牽引する。2006年世界選手権では、 大会 MVP を受賞した。2007年1月27日、浜松市で行われた、プレミアリーグのトヨタ車対戦で、レシーブの際、リベロの菅山と接触、右手親指第一関節解放打球の怪我を負った。2月17日、途中出場で7試合ぶりに、コートに復帰し、2月25日にスタメンに戻った。 同年9月のアジア選手権で24年ぶりの優勝を果たした。2008年4月、V リーグ出場試合が232試合となり、2007年にリーグ40回大会を記念し創設された V リーグ特別表彰制度の表彰基準を達成したため、長期活躍選手として特別表彰された。同年8月、北京オリンピックに出場。2009年11月、 グラチャンバレーからは、全日本のキャプテンをおり、高知県人の選手となる。2010年11月、世界選手権に出場し、銅メダルを獲得した。2010、11ボルトプレミアリーグで、チーム史上初のリーグ優勝と、第60回クロアシハタ大会で優勝し、2冠を達成した。2011年11月のワールドカップに出場し4位となった。 2012年6月、ロンドンオリンピックの代表メンバーに選出され、自身3大会連続出場となった。大会直前の練習中に、左手人差し指を負傷するアクシデントに見舞われたが、デーピングを巻いて出場し、ロサンゼルスオリンピック以来28年ぶりとなる、銅メダルの獲得に貢献した。同年9月28日、JT マーベラスは竹下が退団し、 休養に入ることを発表した。2013年5月、現役登録競技者として、異例となる日本バレーボール協会理事に就任。その後、7月25日に現役を引退することを発表。今後は、協会理事を務める傍ら、バレーボールの普及活動に力を入れる意向を明らかにしている。2015年5月24日、第一子となる男児を出産。 2016年6月7日、兵庫県姫路市を拠点に発足したバレーボール女子、チーム、ビクトリーナ姫路の監督に就任。2018年2月1日、第二子となる男児を出産。2020年3月31日、ビクトリーナ姫路の監督を退任し、同時にチームの取締役球団副社長に就任したことが発表された。本人のコメントは以下。 監督のオファーをいただいた当初は選手もいない状態でベース作りから V1 リーグの舞台で戦えるところまで持っていくことが使命だと思っていたので4年間やりきったという気持ちが大きいです。プロチームとしての選手の育成やスポンサー営業なども経験してチームフロントが一つになって成長できかけがえのない時間を過ごせたと感じています。選手たちには後悔のないように 戦う集団であってほしいと思うので、今後は、フロントの立場からチームを支えていきたいと思います。竹下義恵、ビクトリーナ姫路、竹下義恵監督退任及び姫路ビクトリーナ、取締役球団副社長就任のご報告より、ありがとうございます。